やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。では、このコーナーのルールを説明しますね。質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見ている動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問まで。で、すべての質問に答えられるわけではないです。答えられないこともあるので、その場合オンラインサロンとかに行くこともあります。はい、本日一問目です。建築業界、建築時期について。はい。コロナ禍から資材効果などで建築費の坪単価が倍になりました。建築関係の会社が倒産し始めているようですが、この状況は今後、どうなるか。1年で改善、5年以内に改善、5年くらいは悪化、現在の状況がずっと続く、その他。はい。確かにこれは気になるね。いつまで高いんだろうね。トランプさんがもし大統領になったら解消されるのか。円高気味になったり。どうなんだろう、するのかな。すんごい上がったよね。いや、なんか前も話したけどね、その辺にこうチラシとかさ、家の看板とかさ立ってるじゃん。オープンハウスとか高っちょっと信じらんないくらい。そう、これ年収どのくらいだと買えんだろうみたいなさ、高っていうね。そうなのよね。ちょっとね、1年で改善、世界を5年以内には改善、悪化はしないかな。現在の状況はずっと続かないかな。その他良くなるんじゃない。ズバッと出ます。なんか良くなる気がする。1と2にイエスが出たから、1年、まあ、長くても5年以内には改善するんじゃないでしょうか。待った方がいいのかしらね。そうね。これを見ちゃうと、あ、ちょっと2、3年くらい待とうかしらみたいな、ね、気になっちゃいそうな。1か2で。うん、1か2。うん。キーのカードもいいしね。続いて、日本政府が外国人労働力、技能実習生の依存をやめるのはいつなのか。え、増えるんじゃなくて？増やさないとわかんないけどさ、人口が、日本人の人口が減る一方なんで、依存するしかなくない？どうなんだろう？依存しないと衰退しちゃわない？知らんけど、わかんないよな。詳しい政治のことわかんないけど、どうなんだろうと思って、依存をやめるのはいいことなのかなってふと思っちゃったの。依存をやめるのはいつか。まあね、自分の国でそれはできたら、それは最高だけどさ。タワーでしょ？依存をやめる。7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。ズバッと出ました。ここかね。ちょっといいカード。え、5枚目っていつ？25年から30年。でもまたその後良くないのよ。だから一瞬良くなりそうだけど、また悪くなりそうだから。で、キーのカードもタワーの逆でしょ。もうこれはしょうがないよみたいな。必要とされる、必要なことなんだよみたいな感じを受けるのよ。いや、それこそ日本人がなんか一箇所にキュッてさ、住むとかさ、シンガポールみたいにちっちゃく住むみたいなのだったらさ、なんか、わかんないけど、コンパクト、超コンパクトな国みたいな。こんなに広大な土地をさ、少ない人口でやるってなると、厳しいんじゃないかなって思ったんですけど、とりあえず、イエスが出たのは、5と6?でも、何？一時的に5と6っ
一時的に5届く。はい。その後はまた依存するかな。せざるを得ないというか。で、日本政府が外国人犯罪者への優遇をやめて厳しく罰するようになるのはいつなのか。なるほど。これね。本当、強制送還とか、もっとバシバシできないのかしらとかね。これに関しては思うわ。うん、働き手の問題はちょっと複雑だけど、こっちはね、犯罪はそうね。厳しくしてもらわないと困るよね。なんだっけ、シンガポールだっけ？日本人の男性がさ、30代だっけ？シンガポールで、わいせつなことして、むち打ちの刑みたいなのになったみたいなのがすごい話題になってたじゃん。むち打ちがあるんだみたいな。シンガポール。むち打ちもう一回でも失神しちゃうし、もう肉がもうベロってなっちゃうらしくらい痛いらしいでしょ。なんだっけ何十回が限度だっけ ?50 回だっけもうそのくらいでもうなんか死にそうになるから、そのくらいが限度らしいです。むち打ち。なんかそれ聞いたら、そう、日本でも、性犯罪はムチ打ちの刑くらいすればいいとか言ってんのを見てさ、そうねって。そうだよね。なんか、ね、なんか、うん、これ今外国人の、その、まあそれ外国人の話と今ミックスしてるけどさ、日本人がシンガポールでムチ打ちの刑、ああね、考えさせられるよね。ああ、あ、結構早いんじゃないこれは。うん。2、3、4。あ、これはズバッと出ました。厳しく罰する。このくらいじゃないかしら。待って、この世界がな、世界って、まあ、完成する。ハッピーエンド。うん、まあ、この辺かな。10年以内、10から15年以内って感じ。そう考えると長いね。ちょっと、もうちょっと早いかなって思ったんだけど、そうか、これが5年以内か。5年以内はなさそう。うん。10から15年。いや、もっと早くしてくれよ。遅いわ。もう、ここで、なんなら1年以内とかにしてほしい気持ちとしては。ま、なんか言葉に出したら意外と長くてびっくりした。続いて、玉木のこれまでの占いを見てきて、宇宙にとって女性や女性線はかなり重要だと分かったので気になったことがあります。はい。お化粧。化粧は宇宙から見て女性線なのか。ほう。で、女性が化粧することは宇宙、地球にとってどのような影響があるか。宇宙と地球に意味はあるのか、化粧が。どうなんだろうね。お化粧する。綺麗にする。でも、男性もお化粧する国もあるしね。あ、平安時代なんか日本人もお化粧してたでしょ白く。ね。あ、してない？気のせい？しているよね。確かしてなかった。してるよね。そうだよね。あの、かぐや姫のあの映像とか思い出すとしてるよね。顔白く塗ってるよね。女性性なのか。死神。おっと、これはね、性別を超えてますね。ズバッと言いました。死神って霊的なものなのよ。だから女性性とか男性性とかを超えた、もっと霊的なもののような気がします。お化粧。それか、ノーって言ってるかどうしかな。なんだろうね。うん。とりあえず、まあ答えとしてはノーかな。ノー。うん。女性とかそういうもんじゃない。関係ない。はい。で、女性がお化粧することは、宇宙と地球にとってどんな影響があるか。ちなみに私は、あの、普段、ライブするとき以外は化粧してない。本当に。もうね、しないね。眉毛描くくらいだね。眉毛がないからね。いやー、普段からさ、つい完璧にメイクしてるママ友とかすごいなーって思うね。でも大体小学校くらいになるとなんだ PTA とかあとお母さんの集まりとかね行くとお母さんの集まりっていうか保護者会とかさね行くとまあ私みたいなすっぴんもむちゃくちゃ多いですね多いなってうん私だけじゃないみたいなね思う思う。
これがさ、私立の小学校とか行ったら、ちょっと違うかもしれないけど。はい。女性が化粧することは宇宙にとって死神。お、また死神。なんだろう。で、地球にとっては女帝。おー、なるほど。ズバッと出ました。月の逆に太陽だよ。これ明るくていいんじゃない？全体的に。で、この宇宙、やっぱりこれ霊的な意味があるんじゃない？何か。お化粧をするっていうことは、なんだろうね、スピリチュアル的に何か意味があるかもしれないよ。だって、亡くなった時もさ、お化粧するじゃない？ね。お棺にね、入れる時にね。そういうの、なんかこう、神聖な何かがあるのかもよ。綺麗にするっていうのは。で、地球にとっても女帝よ。まさに、お化粧みたいなカードが出た。美しさみたいな。これ超大事じゃん、これ。今回の質問。じゃあさっきの1問目は意味ないの脳じゃなくて多分霊的な意味で大事だっていうことじゃない？ね。じゃあ、しろってことか。頑張って私もしなきゃいけない。でも、みたいな。はい、続いて。SNS で現在、テレビで放送されたとある特集映像が話題になっています。宮崎県、えびの市？はい。とある私立の高校、新入生167人のうち、日本人は16人だけで、9割は中国人留学生。それは衝撃的だね。9割？ 1 割が中国人じゃなくて、9割が中国人だともう、もはやそれは何人学校なんだみたいなね。中国国家を浮かんでます。マジか。そうなんだ。このように大量の中国人留学生を学校に受け入れる理由とは何なのか。ええー、9割。まあでもそこの、ね、で、労働している人たちなんだろうね。何？農業とか？それこそ。なんだろう。なんかの産業の何かね。労働力なんだよね。はあ、受け入れる理由とは何なのかっていうか、受け入れないともういけないんじゃなくて、いけないっていうか、断る理由がないっていうかさ、中国人だから断りますっていう、私立だしね。まあ、公立でもか。へえ、難しいね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。おっと、パッと出たかな？なんか結構多くて、どうしよう、これ。まず、1、日本政府の意向。で、3、公明党の意向。ここは岸田さんはあれなんだ。岸田河野は関係なく。6、中国寄りの政治家の意向。でも、古田が関係ないかな。7も関係ない。8も関係ない。9、日本の政治家に利益があるから。これは出た。で、10、中国からの圧力は解放されてるか、これはないかな。中国への忖度はある。日本の学校に利益はないかな。なので、1、3、9、11で、はい。30年以内でこのような学校はさらに増えていくのか、5年ごと。増えるか。こういう学校は増えるか、5年ごとに。30年ってことは6枚？なんかその、残り1割の日本人たちがさ、肩身が狭そうじゃない？なんか ねえ。わかんないけど、仲良くなれば別に関係ないのかな。うん。友達になっちゃえば関係ない。むしろ、中国語は覚えられるみたいにね、ポジティブに覚えればいいけどね。増えていくか。これは、まあ、増えるの意味だろうな、ネガティブなカード。ああ、ズバッと出ました。多分、5、10、15、20年は増える。で、それ以降は、なんか、打ち止めって感じなのかな、これ。増えない感じ。対策注意点に太陽だから、なんかそんなに深刻に捉えなくてもいいよみたいな感じなのかね。気にせず
学校生活送ればいいさって感じなのか、わかんないけど、これからどんな問題が出てくるのか、ちょっと想像もつかないけど、タロットさんは意外と対策注意点は、こう、ポジティブなカードを出してるよ、ね。まあ、20年は増えるかなっていう感じ。はい。はい、それではここで4つ宣伝させてください。まず、40歳以上に特化したマッチングサービス、マッチュール、会員様増えております。無料でも占い結果を見たり検索できるので、ぜひお気軽に活用してくださいね。2つ目、結婚相談所を使いたいわっていう方は、ズバコンがおすすめです。ブライダルパートナーズさんっていうとっても成婚率の高い相談所と提携していて、私の占い付きのプランを提供しています。3つ目、オンラインサロン、玉木の人生向上委員会では、今日の過ごし方とか、週間運勢とか、カバダス秘術ごとの相性っていうのを公開してます。4つ目、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳販売中です。動画概要欄からぜひご購入ください。続いて、ドラマ将軍のシーズン2、3の制作が決定しましたが、シーズン1同様にヒットするか、1問目がシーズン2はヒットするか、シーズン3はヒットするか、ポリコレ化するか。はい。なるほど。もうね、あらゆるものがね、ポリコレ化してね。今、占おうと思ってるのがあれだよ。やすけだっけ？ゲームで今、すごい話題になってるやつ。あれ一本の動画にしようかなと思ってて。リクエストも結構あるし。話題になってんだよ。やすけ。2はヒットするかの3。3の方がイエスなのか？ポリコレ化するか？悪魔の逆。ズバッと出ました。悪魔の逆。どう捉える？鎖は切れてるんだけど、ポリコレ化。イエスかな？うん。まず、1問目はノー。2問目はイエス。3問目イエス。なので、2はヒットしない、3はヒットする。ポリコレ化する。かな。対策注意点にも死神だね。やめときゃいいのに、みたいな感じが。確かに。続いて、行った先の場所や土地の神様に歓迎されている合図は次のどれ？天候。太陽が出る、霧雨、一瞬の突風。常時強風、雨なのに光が差す。なるほどね。神様に歓迎されてる合図。私いつも晴れ女すぎて、どこ行っても晴れてるから。なんだろう。ね。あんまりこう、常に強風とかに、旅先とかで会ったことがないわ。どれか。はい。太陽、霧雨、お、突風、はい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 。常時強風、はい。雨なのに、お、光が差す。光は関係ないの？ズバッと出ました。なんかキーのカードが悪魔ってどういうことよ？どういうことなんだろう？歓迎されてるでしょ？歓迎、キーのカードが世界の逆に悪魔っていうのが、どういうことかなって今、いや、深々と考えちゃった。歓迎。ちょっとこれなんだろうね、これ。不穏なカードがキーに出てんだよね。で、太陽、光系は違うのか？で、イエスっぽいのが2と3と4なの。雨と風。ただ、これが気になるんだよな。歓迎。その土地の神様に歓迎。なんかさ、神様じゃない別のものに歓迎される場合とか、なんか見極めが難しいとか言ってんのかね。別のものもいるよみたいな。そう、怖いな、なんか。なんだろう、この悪魔と思って。とりあえず2、3、4で。うん。ただ、すごく難しいことだと思う、これ。今の見極めは。うん。はい。今日は以上になります。じゃんけんいきました。まーきじゃんけん。じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。